はい。武田サロンでございます。えー、ちょっとカメラのレイアウトが変わりまして、えー、雰囲気が、まあ、ほとんど変わってないんですが、ライトの加減もちょっと若干変わってるかもしれませんが、えー、立て続けにちょっとサロンも撮っとかないとですね、えー、物事がどんどん過ぎていきまして、えー、もう言ってる前に幸せになりそうですから、えー、今日はですね、再入荷してきました、カモメトレールの KT58B ベイトモデル。それから 70MH。まあ、オフィシャー用のキャスティングロッド、まあ、このお話をちょっとせっかく入荷して参りましたんで、えー、させていただこうかなと思ってます。えー、新発売になりました 66ML。おかげさまで完売いたしました。ありがとうございます。えー、まあまあ数は作ったのですが、えー、皆さんあの、 待ってました。という、言っていただく方が、あの、多かったりですね。あの、釣り具屋さんからもご注文いただいたりしてまして、ありがとうございます <coughs>。あの、ゴーフィッシュのオンラインショップはもう完売、初回完売してしまいましたんで、えー、お取り扱いの釣り具店様、えー、関西では店頭に置いていただいているところもあります。エイトさんなんか、何店舗か置いていただいてますし、えー、ウェブショップ様、えー、お取り扱いがありますので、えー、ぜひですね、<coughs> 検索して、 えー、お探しいただきたいと思います。というわけで、えー、カモメトレールはおかげさまで、えー、まあ、需要がというか、僕自身もまあ、ちょっと欲しくなって、2019年です、最初に出たのは。で、発売当初はもう、僕この4アイテムでいいやって言って、まあ、やってたんですけど、まあ、ベッドモデルはまともかくね、えー、やっぱり間が欲しくなってきたり、ちょっと、パクロットめちゃめちゃ実は便利で、武田さん、あのー、 遠征とかね、まあ、ロケなんかで飛行機に乗ったりも多いので、えー、やっぱりこれ、パクロットで欲しいな、みたいなのもあったりして、えー、少し、えー、もう4年、5年目になりますけど、えー、アイテムが増えてきてますので、皆さんそこはご了承いただきましてお付き合いいただけたらと思っています。で、58。まずは、これベイト。かわいいでしょ。あ、ここ、ローが入ってます、製品はね。 これ僕のあの手持ち部。まあグリップ汚れてますけど。はい。4ピースの5.8フィートのベイトロット。えー、ベイトモデルは、このスレッドが綺麗なグリーンに、濃いグレーン、グリーンになってます。はい。これあのもちろんどういう目的で作ったかというと、ベイト好きの方、まあ僕も含めですけど、多くてですね。 あの、特にショートロッドは早くから皆さん言われてたので、えー、まあいろいろ、えー、バスのトップで使うにはカーボンですから、ちょっとまあ硬いんですけど、いろんなことに使えるというんで5.8フィートにして、えー、初回、えー、いつやこれ、3年ぐらい経つ2年ぐらい経つ出しまして、えー、たくさんお買い求めいただいてます。えー、主に武田さんは、公安の C バス、 ですね。まあ、おかっぱりで、木は打つとか、小場所打つとか、まあ、ボートでやる方もそうなんですけど、まあ、そういう風な手軽に使える、ま、公安用の芝スロットみたいなイメージがすごい使いやすいですっていう言っていただくお客様も多いので、まあ、そんな感じで58ベイトモデル作らせていただいてます。で、これ今回あの、ベイトと70のシーズンはようやく全部揃ったんで、 で、こっちが 69B。はい。アブがついてます。これ比べるとね、だいぶグリップが全然長さが違うんですけど、58B はほんと手軽にシャカ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 、まあ近いとこを打ってね、もう簡単に車横付けできるような岩壁とか、ちょっとした川の土手とかね、で、サクッとやってほしいなっていうつもり。で、69は、えー、まあライトウェディングしたり、もうお得意の場所で、 あそこに鈴木ついてるな、みたいなとこでぜひ使っていただきたいので、えー、ちょっと立ち込みもできるようにグリッパ長くなってます。えー、そこまで、えー、強烈に強い竿ではないんですが、この175の K でも投げ入れたりしますから、えー、非常に汎用性は高いです。ぜひ、ベイトモデル、ベイト好きの方、入荷しましたんで、このタイミングで、よろしくお願いいたします。なんかあのー、 ベイトの差を今いっぱい出てて、あの、まあ、経緯を言うと、僕は平鈴木、えー、それからバスのトップウォーター、まあ、一部夜丸鈴木先みたいにこだわったとこで使うだけなんですけど、 <coughs> あのー、もう、もう10年で聞かないですけど、あの、何でもかんでもベートロットみたいな時期がありまして、大手さんも、えー、なんか、スピニングロットをベートでやるみたいな、僕としてはコンセプトが全くわからない感じのものが主流にいっときなって、今もまあ続いてるんでしょうけど、 まあそれに伴ってね、前も言いましたけど、まあリールもそれはそれでよっかなっていうんですけど、なんかベイトタックル自体基本的にそういうもんじゃないなっていうことは、えー、まあゴーフィッシュといいますか、武田さんありますんで、ベイトタックルなりの釣りのためのベイトタックルみたいなことなので、えー、そこはね、なんかちょっと若い人はもうちょっと分かってくれる人が増えたらいいななんて、 思ってます。で、えー、何でもかんでもベートでやりますっていう人、賛成ですよ。ただ、限度はあります。はい。やっぱり渋い釣りするとかね、ちっちゃい魚狙うと、あのー、そればっかりでは無理なんで、えー、僕の場合は本当にあちこちいろんなとこでいろんな釣りをするので、スピニングとベイトモデルは使い分けをしてます。え、こと鈴木に関しては平鈴木もそうですし、えー、大きな丸鈴木狙う方は、 あの、僕はどんどんこだわっていただいたらいいと思います。ベートでだけやる人、えー、スーパー高校生も九州にいますしね。えー、僕の周りでもベイトマンはもうカタクラなベートマン何人、えー、六、七人は常に周りにやっぱいますから、えー、いろいろ釣ってきてくれます。はい。だからあのー、これ鈴木釣りの話、またそのうちする、しようと思うんですけど、スピニングタックルとベイトタックルって、僕の場合は、 釣りが全然違うんですよ。同じ状況でスピニングタックルとベイトタックルどっちを使おうということはあまりないです。ここはベイトでやろう。今日はベイトでやろう。みたいなことになるので、まあそのあたり話せば長いんですが、えー、まあどうしても俺はこれでやりたいっていう人はもちろんこだわり大事ですから。あとはもうバランスよく使いたいなっていう人はもちろん。いや、そんなもんスピニングに決まってるでしょうっていう方はもちろんそう。で いいいいと思まますベートモデルよろししくお願いしますえー、なくならないうちにぜひお買い求めくださいそして 70MH これオフショアボート用のキャスティング用に作りましたこれも、えー、初回の4アイテムに入ってた 70MH これも早くに実は、えー、完売しましてねおととしぐらい去年あったのかな 今年ぐらいにもうちょっとだいぶ無くなりまして、えー、しばらくかかってましたが、ようやく上がってきました。非常に使いやすいサウです。今は 70MH と、これだいたい P35、2号から3号ぐらい。3号ほとんどメインで使えます。2号でも大丈夫です。で、もうワンランク、3号と4号を使えるように、70H。この日本をカモメトレールでは作ってます。えー、ほとんど、 グリップの使用とかは同じです。ブランクはまあこれでご覧いただいたらやっぱり太いです。ちょっとだけ。はい。サオとしては全然 70H は硬いです。これもうライト GT ロットなんでね、ほぼ。P45 と書いてますが、それ以上でも実は大丈夫です。ガイドも一回り大きいんです。ガイド見えるかなわかります ちょっと元ガイド、全体のガイドというか元ガイドと、えー、その上ぐらいまでは一つ大きくなってます。70H の方は。で、今回長らく、えー、欠品してました MH の方ね。はい。これも上がってきましたんで、これで、えー、ベイトの 5869B、58B69B、それから、えー、キャスティングオフィシャー用の 70MH、70H がようやく揃いましたんで、えー、ぜひですね。 あの、まあ、ボートロットというか、僕は主にこれ、近海、サワラ釣ったり、アーモン釣ったり、僕はもうジギングはせず、ほとんどキャスティングでやりますから、えー、そういう時期には、例えば70の MH に2号とか2.5号とかを巻いて、まあ、ブリ、メジロね、えー、サワラ、まあ、そんなのを釣ったりしに行きます。で、まあ、ライトであればね、69M というサワあるんですが、これ1.5号巻いとけば、だいたい何が来ても、 それでも大丈夫です、ね。まあ、本格的にやるというなら、まあ、この 70H がいいです。で、コーラルや武田さん、も行きますんでね、しょっちゅう。その場合はもうメインです。P35 の 70MH のタックル。もう一つは、同じく3号か、まあ、4号巻いてもいいんですけど、70H。まあ、この2本を。 持っていくようにしてます。あの、どうしても遠征行くと、まあサブロットもいるし、えー、これ昔からなんですけど、あの、一本じゃ心持たないんで、日本使うんですけど、同じ差を日本っていうものはなかなか持っていく人いないんで、ちょっと若干強い弱いみたいなのこれあの、GT 行ってももちろん、シーラー釣りももちろん、えー、キャスティングでアーモンやっててもそうなんですけど、例えば、3、P35 と2.55。 4号と3号。これもちろんなんですけど、あの、しんどさが全然違うんですよ。3号で使ってた糸を2号にしただけで釣りが超楽になったり、使うルアーも若干変わりますけどね。なので、まあ、それが釣れ方、その時の状況によって使い分わけ。僕はまあ、コーラル行くと最初この H で今は始めて、まあ、後で 70MH に変えたり。 まあ、あ最初から長い時間やるときはもう 70MH を最初から使っている。まあ、そんな使い分けでしてまして。えー、近海で行くときはその 69M1.55P を巻いたものと、この 70MH2 号を巻いたものを大体持っていきます。あの、普段なかなかオフィシャーな話をしないので、えー、なぜにこの 70MH と H がいるかっていう話を、えー、まあ、するというか、 あ皆さん、あの、ひょっとして、あ、武田さんなんか作ったついでに、あの、オフショア用のサーモンを作ったんちゃうんって、万が一思ってる方がいたら困りますけど、あの、全然そうではないです。えー、造形が深いです、武田さん。ちなみに、これ JGFA イヤーズブックまあ、ご存知の方ご存知、もう知らん人はほとんどですかはい。JGFA に入ってる方まあ、これをご覧いただいてる中で何人いるか。僕は入ってないですよ。 今はね。これ、イヤーズブックって昔ずっと、今も出てるんだと思うんですけど、これがなんと94年、1994年、ジャスト30年前の、裏側の広告には、あ、すいません。来客が来まして、ちょっと切れました。えイヤーズブックの裏の方に、 はい。スミス、オフィシャースティック、CM。これ、若干、えー、24歳の、僕、武田さんです。はい。やばいでしょう。まあ、もう、本当初期の頃から、僕、ボートロット、すごいいっぱい使ってて、えー、使いやすさ、強さ、バランス、えー、どんなものがいいか、お任せください、皆さん。 オフィショアには精通しておりますので、えー、ちょっと久々に見て懐かしいなと思ってね。はい。あの、まあ、持ってる方は多分いないと思うんですけど、えー、見たら笑ってください。別人のように若くなってます。えー、これはミクロネシアです、はい。GT 釣ってました、この頃ね。この頃はナイロンラインで大変でしたけど。という造形もありますので、えー、ぜひですね。 オフィショアロットゴーフィッシュのオフ,オフィショアロットは安心して。使ってください。今、あのオフィシャーって言ってもまあ、ジギングの人ね。キャスティングでっていうのはなんかノリで。流行ってるとこもあって。 まあ、より大きい、そう、木肌とかね、カツオキターとか、そんなんあるんですけど、まあ、大阪はなんか昔から行くと、大体あの、お盆過ぎてから、僕ら適当に、まあ、船出してもらって、もう、ドテらでエンジン切って、ひたすらナブらを待つっていう、まあ、そういう釣りが本当大好きなんで、えー、そういう釣り。今はまあ、サワラとかね、サゴシ、まあ、そんな釣りももちろんできますし、えー、何にでも使ってください。あの、タコに使ってもらってもいいです。僕はやんないですけど。はい。 という、まあ、万能に使いやすい差を、えー、を作ってますので、特にオフィシャーに関しては。まあ、オフィシャーに関してはね、あんまアイテムを増やしていこうとは思ってないので、僕自身今、今この 70MH と H、この2機種で、えー、ほとんど賄ってます。えー、今はね、もうそんな、あの何、何平正キャスティングしますとかね、えー、マグロを狙いに行ってますみたいな人はいるんで、それは別。はい。よりまあ、専用の ものを、僕はああいうしんどいのはもうやんないです。はい。まあ、あの気持ちよく、ちょっとしんどいぐらいのターゲットが、個人的にはいいかな、なんて思ってます。まあ、よりヘビーな方はね、ヘビーに。はい。もうルアーもどうでしょうね。もう60グラム超えたら嫌やな。はい。ぐらいです。まあ、だから、まあ、そんな感じの追尾という、初心者はもちろん、中級者、そしてエキスパートの皆さんも、またちょっと船乗ろうかな、なんていう人はね、 ぜひ、あの、カモメトレール使ってください。可愛い,いですから、こういう差を持ってると。はい。これ、あの、逆波になってまして、逆波次分かりますめちゃめちゃ強いんですよ。で、すごいクラシック風というかね、まあ、あんまりないんですけどね、オフシュアでこういう体裁のサをって。こだわりどころは、あの、非常に、 え、低弾性のカーボンを、まあ短く、短いですから、えー、しんどいなら、しんどくならないように使ってまして、えー、ジョイントは逆並みで非常に強い。そして、えー、ティップもですね、無駄に細くは全然してないです。はい。もう、頑丈、丈夫。 まあ、いっそ言ってもそうなんですけど、船の上も結構道具の扱いが荒いですからね、いろいろラッシュになったり、竿を立てたまま、あの、ほったらかしといたりが多いので、あんまり繊細さはなくていいかなと思ってますから、えー、ぜひですね、使ってください。というわけで、えー、カモメトレイル 58B。 69B、そして 70MH、70H。まあ、それぞれについてのお話。まあ、最後にもう一回、あの、30年前の武田さんの写真を見てお別れしたいと思います。はい。どうでしょう。それでは皆さん、また。